この講義では地域の魚と水産業についてと題して地域の水産業について学びます。地域にとって水産業はとても重要な産業です。しかし水産業は漁獲量や漁業就業者の減少など大変厳しい状況にあります。本日の講義を聞いていただき少しでも水産業に興味を持っていただけると嬉しいです。はい、それではですね、地域の魚と水産業についてと題して模擬講義を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。まず冒頭ですが、この魚何でしょうか。そうですね、これクロマグロという魚です。マグロの中ではですね、とても美味しい種類として知られています。で、皆さんお聞きするんですが、マグロといえばどこの地名が思いつきますか。マグロといえばおそらくですね、多くの方がマグロといえば青森県の大野町という町を思い浮かべると思います。これはおそらくですね、テレビの特番も含めてですが、初競り2019年にですね、もう豊洲市場の初競りで青森県大間産クロマグロがなんと3億3360万円の値がつきました。これはおそらく、この歴史市場において最も高い値段の魚だと思います。最も高い値段の魚で、この青森県大間町は町を挙げてですね、マグロの町として頑張っていまして、例えば青森県大間町ではこのようにマグロ一本釣りの町大間とこういうモニュメントがこうあったりとか、またあのマグロを食べられるお店もあります。さて、このように地域と水産業とても密着しているものなんですが、こう日本はですね、四面を海に囲まれています。そして水産業が盛んな国というイメージがあると思います。では今から日本の海について少し学んでいきます。日本は世界第6位の海洋大国として知られています。国土面積がですね、世界で第61位とあまり大きくない国なんですが、海の面積、この排他的経済水域という海の面積が世界第6位と言われています。ではこの排他的経済水域とは何かについてご紹介します。排他的経済水域は英語の頭文字を取って EEZ とも言われています。いわゆるここ漁業をしたり石油などの天然資源を掘ったり科学的な調査を行ったりとかいう活動をですね、他の国に邪魔されずに自由に行うことができる海域です。この海域は200海里と定められています。これは約370キロで東京から京都ぐらいの距離です。ですから、例えばですね、ここ南鳥島なんですけど、ここの島が日本領土であるだけで東京から京都ぐらいの距離が自分の海として利用できるということで、このように広い海域を持っている国です。このように広い海域、しかも日本は北から南まで大変この縦に細長いという特徴がありますので、冷たい海から暖かい海まで持っています。だからですね、日本はこう様々な多様な水産物が漁獲されます。冷たい海で言えば鮭であるとかタラであるとか、またおそらく日本で一番暖かい県はもちろん沖縄県だと思いますが、沖縄県、またここ特色がある漁業で、沖縄県の漁獲量に占める割合、なんと8割がマグロです。沖縄の那覇の市場に行けば近海で獲れた生のマグロがですね、所狭しとこう並んでいるような様子です。例えばこのビンナガマグロであるとかキハダマグロであるとか、このように特色があるような漁業がですね、日本で行われています。では水産とは何だろうかについてお話したいと思います。今日の授業の冒頭でも水産業のことを水産業というふうに皆さんに話をさせていただいたんですが、水産とは読んで字の通りですね、水から生まれる産業、水から生まれる、で水から生まれることで水産と、水海から生産するものを水産の業と称すという文献があります。水産は水から生まれるから水産だと。でこの水産を産業として扱うのが水産業です。で水産業というのはどういう産業か、すごく簡単に言うと水産資源を取り扱う産業です。今から水産資源の特徴を3つ皆さんと勉強していきたいと思います。1つ目です。水産資源の特徴1つ目、また出てきました。これ漢字が違います。水から生まれるんじゃなくて自ら生まれるというのは再生産性があることを示しています。これはどういうことかと言いますと、この漁獲で取るところの部分で、ここで魚をこう取るんですが、この
漁獲から生き残ったものの魚がですね、子供を、卵を産んで、子供が成長し、また漁獲される。これ永続的にこう回るんです。適切な管理を行えば、永続的に利用が可能。例えば、ここ福岡県の、福岡県であれば、糸島、マダイで有名ですが、糸島のマダイは、平安時代の文献にも記述があります。平安時代のマダイが、おそらくぐる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 回って、今の私たちも利用できる。永続的に利用が可能です。水産資源と鉱物資源の違いを少しご説明しますが、鉱物資源の場合、例えば石油ですね、使った分だけなくなってしまいます。ところが水産資源の場合は永続的に利用できます。そして次、特徴2つ目です。不確実性です。資源の変動や魚群の移動が大きく、いつでも取れるわけではありません。この魚はマイワシという魚です。マイワシという魚ですが、このマイワシの漁獲量について示したグラフが緑です。このようにですね、マイワシは漁獲高変動が大きい魚で、やはりこういうふうに資源の変動があると。そして、魚群の移動は皆さん分かりやすいと思います。いつもですね、例えば釣りが好きな人、いつも同じところでも、ね、魚釣れるわけじゃありません。魚は移動しますから、その場所では、取れるわけではないかもしれないということで、不確実性があります。そして3つ目です。ここに魚が泳いでますが、これは、誰のものでもありません。取った人のものになります。漁獲されるまで誰のものではないというものです。これを無臭物と言います。で、今の3つを整理しますと、水産資源の特徴、1つ目が再生産性があり、適切に管理すれば永続的に利用が可能です。2つ目、不確実性があり、資源の変動や資源そのものが移動します。そして3つ目です。無臭物、誰のものでもありません。取るまで誰のものでもないというこの3つの特徴があります。で、この3つの特徴があると、今取らないとですね、今この目の前にある魚を取らないと、いつ取れるのかわからない。そして、人に取られたら人のものになってしまうということで、取らないと損という考えが働きます。で、この考えで漁業が行われると、取りすぎ、いわゆる乱獲という状態になってしまって、資源が枯渇して再利用ができなくなります。で、取り尽くしてしまうとどうなるか。ここで魚を取り尽くしてしまうと、循環が止まってしまって、永続的に利用できないということになってしまいます。そのためですね、この水産資源を適切に管理して持続的に利用していくためには、資源の保全、回復を図る資源管理の取り組みが必要です。資源管理の3つの原則についてご紹介します。1つは、過度の漁獲を避ける、取りすぎない。2つ目、小型魚や幼稚魚の保護、ちっちゃい魚を守りましょう。大きくなるまで待ちましょう。そして3番目、産卵や産卵新魚の保護。産卵期、親が子供を産む時期、卵を産む時期については、皆さんこの時期に取らないようにしましょうであるとか、卵を持った親は守りましょうねということがこの3つです。では、ここまで水産資源の特徴についてご紹介しました。では、今からですね、日本の漁業について見ていきたいと思います。はい、日本の漁業は、第二次世界大戦後、沿岸から沖合へ、そして沖合から遠洋へと、漁場を拡大することによって発展してきました。昭和50年代に、先ほど冒頭でもご紹介しました、200海里時代が到来し、遠洋漁業の撤退が相次ぐ中、前橋の漁獲量が増えましてですね、昭和59年、1980年に生産量は1282万トンとピークを迎えました。ちなみにこれ私生まれた年です。で、その後ですね、前橋の漁獲量が減少がこう見られて、これによってどんどん漁獲量が減少していきます。そして現在、2018年では442万トンと、最もピークだった時と比べて約 35% 程度になっています。そしてですね、漁業生産額です。漁業生産額は昭和57年、1982年にピークを迎えましたが、現在、2008年では1兆5579億円とピークと比較すると半分ぐらいになっています。このように生産量は 35% ぐらい、そして生産額は半分ぐらいというふうになっていると。非常に減少しているような状況がグラフから見て取れると思います。そして漁業に携わる漁業就業者、見てください。減少してます。減少傾向にあります。そして高齢化です。昭和63年、1988年の
漁業者の高齢化率は 11.5% でしたが、現在 38.3% と、4割近い方がですね、65歳以上というような状況になっています。また、これに輪をかけて、魚を食べなくなってきています。お肉とお魚、どっち食べますかという話があるんですけど、お肉とお魚の話を比較するとですね、国民1人当たりの肉類の消費量、これ赤です。で、食用魚介類の消費量、青です。2011年に肉類が上回って、その差を今広げている状況です。ですから、魚を食べなくなっている。じゃあ、どの世代が魚を食べないのかなと、子供が食べないのかなというふうに思われるかもしれませんが、これはですね、1歳から6歳、7歳から14歳とこの年齢別に見てみたグラフです。ほぼ全ての世代で魚介類の消費量が減少しています。このようにですね、魚離れが進んでいます。そしてまたですね、消費される生鮮魚介類も変化しました。今まではですね、イカ類が多かったんですね。イカがこの黄色いところがイカです。イカ類が多かったのが、最近は第1位がですね、この鮭に変わってきてですね、どんどんこう変化してきた。そして、この鮭も変化してきました。昔、鮭といえばですね、皆さん朝ごはんで焼き鮭を、塩した鮭で焼いたものを食べるとか、のが多かったと思うんですけど、これはですね、塩だけです。オレンジのマークです。で、そして生の鮭、いわゆる皆さん回転寿司で食べるサーモンの、サーモンの刺身をイメージしてください。青です。これですね、1995年に生鮭の購入量が塩鮭を上回ってます。ですから、まあ、いわゆるですね、こういうものを買ってきた時代から、こういうものを買ってきた時代に変化してきてる。だから、1位が鮭ですけど、食べ方もその変わってきたと。ですから、魚離れがどんどん進んでるんだなというのを感じていただきたいと思います。しかし、食べる機会は増やしたい、そして子供に食べさせたいという声はあります。魚介料理に対する意向としてですね、20代、40代の方が、もう6割がですね、魚料理を増やしたいという声があります。そして、母親が子供に食べさせたい食材、魚関係、魚介であるとか、海藻類、小魚というのが上位に上がってきている。ですから皆さんですね、一度ぜひスーパーの魚売り場に立ち寄っていただいて、ぜひ魚を見るだけでも構いません。ぜひ見てですね、その季節を魚で感じていただきたいし、良ければ食べてもいただきたい。できれば魚を増やす、食べる機会を増やしていただきたいと思います。今日もですね、大学の近くのスーパーに私いつも魚を見に行くんですけど、今日結構こういう魚が、ありまして、かなりですね、鮮魚売り場、楽しく見れます。まず、地域を学ぶ上で、地域の食、そして、魚、地域の魚ですね、そういうのをまず感じて、あ、何々県産の何々だとかですね、皆さん、こう、いろいろと感じていただければなというふうに思います。そして、今からは、この水産業を営む地域、いわゆる漁村についてお話しします。漁村の現状です。漁村はですね、漁場との関係から離島や半島に位置することが多くて、その多くが過疎地域です。このグラフは、漁港配合集落の総数を示し、総数と状況を示したものですが、4090ある中で、過疎地域に指定されている地域が 68% です。ですから、7割近くが過疎地域にあると。そして、漁村の立地の特性として、崖や山が迫る狭隘な土地に位置している場合が多いです。このグラフはですね、集落の背後の地形がどのようなものか、例えば崖や山が迫る6割、そして、休憩者地 27.8% と、まあ、非常にですね、厳しい場所になったりします。ですから問題点としては、平地に乏しく、台風や地震、津波などの災害を受けやすい、そして、やはり過疎地域なんで、道路や下水道など生活インフラの整備も遅れている場合があります。そして、本日の授業の中盤でお見せしました通り、漁獲量が減少しています。やはりこう水産資源が減少していると。そして、漁価の低下、魚が安いということで、漁獲経営が大変厳しい状況にあります。そして、漁業者の高齢化、後継者不足、非常に厳しい状況です。例えば漁村の高齢化について見てみましょう。赤が漁村の高齢化率。緑が日本の高齢化率です。日本の高齢化率が現在 28.4% なのに対し、漁村の高齢化率は 39.7% です。10% 多い。ですから、非常に高齢化が進んでいる地域だということが、見て取れると思います。大変厳しいです。
で、やはりこの厳しさを打開していくにはどうしたらいいかということですが、まあ、一つは漁場整備により沿岸漁業の生産力を維持する。そして2番目ですが、限られた生産物を高付加価値化することで漁獲向上を図っていく。そして3番目、海洋レクリエーションや漁業体験など都市部のニーズに積極的に対応した関連産業の振興をしていくことが挙げられます。で、これについてですね、大学のゼミナールで行っている取り組みをご紹介しますが、まず限られた生産物を高付加価値することで漁獲向上を図るということですが、これについてはですね、大学のゼミで魚市場を訪ねて生産者に直接話を聞くなど、さまざまな取り組みをゼミで行っています。で、これは山口県の下関の唐戸市場に調査に訪れた様子です。そしてですね、次に3番目の海洋レクリエーション、漁業体験など都市部のニーズに積極的に対応した関連産業の振興についてですが、特に海洋レクリエーションに注目したいという学生がいましたので、学生と山口県長門市の海洋観光を実際やっているところを訪れて、実際に船に乗り海洋観光をしてみると、そして今後どうすればですね、海洋観光の振興が図れるのかとか、そういうことを学生と議論をしながら学びを深めていくということを実践でやっております。最後になりますが、海というのは日本が近い、海がすごい近い国なんですが、海のことを学んだりとかですね、魚を学んだりすることがなかなか身近じゃないと思います。ですから皆さん、ぜひ九州産業大学地域共創学部地域づくり学科で海を生かしたまちづくりを学びませんかとお誘いをして授業を終わりたいと思います。本日はありがとうございました。